はい、どうも、太田です。昨日なんですけど、結構な音で深夜に、何時ぐらいかな？ 2 時、3時？ 3 時ぐらいかな？目が覚めて、何この音って。この時間に電車走るかなと思ったんですけど、思い出したんです。実は、昨日から5月31日木曜日から7月の頭まで、僕が持ってるこの紙だと7月3日までになってますが、電車のその線路、レールの部分を削る作業をしてる。近くに住んでる人だとこういうチラシが多分入ってるとは思うんですけど、一定区間を往復走行しながら砥石でレールを削る作業を行いますということで、ちょうど昨日だったんですね。昨日が僕の最寄り駅なのかなと思います。昨日が5月31日で、次は6月19、まあちょっと日にちが、空くんですけど、これはまた違う箇所になるのかちょっとわかりませんが、昨日急いで、もう本当に3時ぐらいから4時ぐらいまでカメラ回したので、それをちょっと、見てもらおうかなと思います。それでは、どうぞ。
いかがだったでしょうか。いや、僕初めてで結構レアなものを見たような感じがして、まあうるさいっていう人ももしかしたらいるかもしれませんけど、僕は貴重なものを見せてもらったなと思って、あとはそのゆっくり電車がこう走った後に手作業でなんかやってる方もたくさんいて、かっこよかったですよね。なんかあの時間帯に働く人っていうのはね、なかなかいらっしゃらないと思うので、いや貴重なものを見たなと思います。でこの区間、昨日の区間が多分なんですけど、その行ったり来たりを繰り返してる感じから見て、小田急線の千歳船橋から成城学園前駅、千歳船橋、祖師ヶ谷大蔵、成城学園前、この辺りじゃないかなと思うんです。でもこれが1台でやってるかっていうのはわかんないじゃないですか。他のところも同時にこの時間帯にやってて、もう何台も車両があって、そのね、その区間、他の区間も同時にやってるかもしれないんですけど、でもまあとにかくなかなか見る機会はないと思うので、僕は見れてよかったかなと。もう一つか二つ階が上だったら、なんかもっとね、全体像が見れたかなと、線路の、ね、中も見れたかなと思う。ちょっとね、ほぼ同じ高さ、同じ目線なので、あれ以上ね、こう中を見るっていうのはちょっとできないんですけど、いやー電車って面白いですね。本当に鉄道って面白い。あの僕の前の職場で鉄道に詳しい子が 2,3 人いて、太田先生もちょっと鉄道電車しっかりちょっと勉強してって言われて、休み時間になるとよく電車のね本を広げて、この電車知ってる、この電車知ってるとか、これも見に行ったとか、これも全部写真撮ってるっていう、結構ね話をしたんですけど、でもそういうその1年があったから僕結構鉄道見るようにしたりしてるんです。なのでまたいつか会えたら鉄道のお話とかできたらいいなと思います。ということで今回はっていうか昨日は砥石でレールを削る作業を見たという動画でした。ではまた次の動画で、さよなら。